じゃあ今日はね、女性なんだけどね、小高カメラマン。大臣ね、見てる人はみんな知ってるでしょ、もう。知ってますね。多分ね、まあ50人ぐらい。で、もう俺ら長いからね。大学生の時から。俺は学生じゃないよ。から知ってて、多分雷神関係者で俺が一番知ってると思うんだよね。そうですね。そうでしょ。長いですね。宮田さんが一番長い知り合いですね。そう、学生の時から知ってるから。まさかね、雷神のカメラマンになるとは思わなかったけど。当時はね。で、今日ね、今日はまかりの男の部屋に来てんだけど、まあ、ちゃんとね、一人あのカメラマンいるんで。で、あの、オリンピックの、なんか、その、展望っていうかね、誰が金メダル取るかみたいなのをちょっとあの誰かと話そうと思ったんだけど、穂高が一番知ってんなと思って。いや、そうでしょ。はい、学生のあのなんか学生もなんか呼ぼうかなと思ったんだけど、出ていいのか悪いのかともわかんないじゃん、なんか、うん、学生なのに出ちゃダメとかさ、なんかね、後で怒られても嫌なんで、それで連絡して今日出ても一番フリーな私が ね。実際どうなの？メダル取れそう？いやいや、めちゃくちゃ取ると思いますよ。ね、めちゃくちゃ取ると思います。ね、だからもうちょっとマスク取るね。一回ね。ワクチン打ってるんで。まあ私も打ってますけど、ね、一応ね、仕事上ちょっと あれなんで。で、日本に今3人世界チャンピオンいるでしょ？あの、はい、男子ね。まず男子からいくね。フリースタイルの57キロ級、高橋選手。うん、あと3人いたら、すみません。仕事の携帯、大丈夫。で、フリーは、あと乙黒選手か。65ですね。あと、文田選手、グレコローマ。その3つは、ちょっとこう、可能性高い、ね。金メダル経験者だからね。一回ね、世界取ってるし。過去最強の布陣なんじゃない？本当に、うん、あの、オリンピックって出るの16人しか出ないから、うん、で世界選手権の、まあ、今16人なの？今16人しか出れないんですよ。本当だ、俺の時20人だったから。そう、今すごい少ないのと、うん、世界選手権だと何なら50人ぐらいいることもあるから、うん、そこで優勝してるとか、うん、そうね、うん、いうのはやっぱりちょっと、うんうん、普通じゃないです。かなり可能性が高いですね。でも日本のレスリング今はあの俺キッズレスリング教えてるでしょ、そこからも行ってるから、もうに大学生ぐらいでも小学校1年生ぐらいからやってるとすごいベテランでしょ。もうそうです、ね、俺らの時はもう大体高校から始めるのが普通だったんだけど、うん、やっぱり小学生から始めてるからレベルがすごい上がってるでしょね。え、宮田さん何歳から高校からだったんですか？あ、俺はだからちびっこだから小学5年生だけど、高校から始めて勝ってる子ってあんまりいないでしょ。米光ぐらいでしたね、うん、最近だと。米光選手は、でも柔道やってたでしょ。まあ、ベースがあるんで、ね。一応ありましたね。だからちっちゃい人からね、やってないと厳しいかもしれないから。全部。確かに、乙黒拓と、乙黒兄弟もね、うん、幼少期からやってたし、うん、あと、文田健一郎は、うん、あの日本はあんまりグレコローマンが、まあ、宮田さん私たちぐらいの世代までは、うん、グレコローマンって本当に、うん、あの高校卒業して大学から始めるぐらいの人が多かった、うん、で文田選手は、うん、お父さんがグレコローマンの人だったっていうのもあって、うん、本当にあのずっとグレコローマンね若い時からやってたから、うん、ちょっとなんか違うよね。違うんですよね。なんか太田選手とね、文田選手、ちょっと抜けてたよ、うん、あ、そうそう、太田選手ね、あの、これ見てる人だと、うん、太田選手、うん、ライジンに出た太田選手と、うん、文田選手のライバルストーリーみたいなのを知らないかもしれないんで。ああ、ほんと？知らないですよ。あ、そっか。レスリングのことみんな知らないので。太田選手にね、うん、どっちも世界チャンピオンだからね。で、勝った方が、だから本当にプレッシャーあると思う。そう。最後の、だから現役、2人とも現役の世界チャンピオンでね、うん、3キロ違いの階級で、2人ともね、うん、だから世界王者だから、ね。あそこが一番確率高い。そうですね。本当に、文田選手、びっくりするぐらい強くて、うん、あのスタンドのさ、うん、
なんか分かりづらいかもしれないけど、本当はこうガチッとこうなんていうの、捕まえないと投げれないんだけど、片手とかで投げてるでしょ。そうですね、すごいんだよね技、うん、で試合もあの柔道やってたの、なんかスタンドのさ投げ技がさ、まあ柔道っていうかもうレスリングのやつでも規格外の投げ方してんなと思って見てて、うん、だから文田選手は本当注目だよね。そうですね、ね、うん、あのレスリングのルールわかんない人でも多分面白いなと思う。グレコローマンってちょっとこう、うん、分かりにくいこともあったりするけど、うん、文田選手の試合は分かると思う、みんな、まあ、太田選手もそうだったけど、うん、忍者って呼ばれてたじゃないですか、うん、太田選手は、うん、文田選手は猫って呼ばれてるって、ね、ああ、くにゃっとそう猫みたいな動きをするから、うん、で多分あの本当に初めて見る人にすごくいいと思います、うん、グレコローマン初めての人。グレコローマンは一応足を使っちゃいけないっていうか、こう触ったりとか足かけたりとか しちゃいけないルールなんだけど、だからその分こうスープレックスみたいなとか反り投げとか豪快な技はね多いんだよね。うん、そうですね。今格闘技の人で、うん、格闘技のファンがいっぱい見るとしたら、うん、だから倉本選手とか、ああ、ね、あの太田選手とか結構今グレコをやってた人で、うん、あのうん、行った人もいるから総合に、そういうのを、うん、思い出してもらえれば、ああいうのがなんかさ、でもさ偏見なんだけど、昔って俺らの20年ぐらい前まではあのフリースタイルで勝ってる人ってグレコやんなかったの、ね、本当になんか別に何の偏見もない、グレコの人に叩かれることでもないんだけど、フリースタイルで勝ってるのに大学行ってグレコやろうって人が少なくて、それもあって日本の場合はフリースタイルがみんなね強かったんだけど、あの聞いたら文田選手はインターハイも優勝してるんでしょ、フリースタイルでってことですよね。だから、うん、フリースタイルのチャンピオンで、うん、そのまんまあのグレコ行って、うん、太田選手も2番でしょ、うん、だから最近はもうフリーで勝ってる選手もグレコ行ってるから、うん、だからまあ強いんだろうね。そうですね、レベルも上がって、うん、そのまんま行ってるから、昔グレコロモってあんま勝てない感じだったね。おまけみたいな感じだったんですよね、フリースタイル。なんか昔そうだよ、本当に、うん、本当昔そうだったです、うん、今はそんな感じになってるから、うん、ね、やっぱりなんか男子やっぱ見てもらいたいなと思って、うんうん、であと乙黒選手は、まあ、俺と同じぐらいの階級なの。そうですよね、65でしょ、で俺63で、まあ、ちょっと軽量の当日軽量だから普段何キロなんだろう、俺で73ぐらいだったんで、当日だからちょっと普段ね65だから68とかとかかなと思いますけど、まあ、すごい階級近いから現役だったらやるのかなと思って思ってこうやって見たんだけど、意外と雑でしょレスリング、見せない、あのね感情が出ちゃう感じですよね、めちゃめちゃ雑だよね、このただなんか聞いたの、そのうちに原口でしょ、あの弟スパリングとかやったことあるけど、なんかずっと攻めっぱなしなって、そうなんですよね、でそれで外人が嫌がってんじゃねえかってみんな疲れちゃうんだって彼とやるとなんかもうなかなかいないタイプでしょ、普通さもっと慎重じゃん、そうなんですよ、とにかくどこからでも攻めるから、うん、どこからでも取りに行くから、うん、その多分すごい嫌だと思いますよ外国人、嫌でしょ、あのめちゃめちゃやってくるみたいなそれでスタミナあってで体多分柔らかいんだろうね、あと柔らかいし、まあ日本人の中で、うん、日本人としてはやっぱ手足が長いから、あの外国人と渡り合える長さだなっていうのはありますね、なんか上に乗っかったり乗られたりとかって試合がさ、うん、こう均衡しないんで、ね、なんかこう取って取られてみたいな試合だから、うん、めちゃめちゃ動く、まあそれは面白いけどなんかハラハラしちゃうんだろうねハラハラします、なんか守りが固くないってわけじゃないけど無理やり行くから結構上に乗られちゃったりとかもするでしょ、うん、そうですね、で最終的には、うん、まあどっからでも攻めるから取る、まあ、今までにないタイプでしょ、でもだからあの面白いですよ見てて、その、うん、ハラハラするけど、うん、展開が多いからすごくだから、ね、うん、面白いです、見てたら面白いと思います、そこと、あとはフリースタイル高橋選手で、俺高橋選手あんま知らないけど実はあんまり知らないんだけど、でも世界選手権優勝してるもんね、1回ね2017年に優勝してて、それが
その2016年のリオオリンピック逃して国内予選で勝てなくて、うんうん、樋口選手か樋口選手とか、まあ、他にもちょっと、その時あまりうまくいかなくて、うん、だったんですけど、その翌年の世界選手権で優勝して、うん、その次の年は3位だったんですよ、世界で、うんうんうん、で なんかすごい攻めるというよりは結構もう待って、うん、その来たところをうまくやるとかいうイメージで硬いんだ。硬い、そうですね。乙黒選手の真逆みたいな感じ、うんうんうん、そうそう。あ、だって代表選考会もなんか硬い試合だったもんね。プレーオフですよね、うん、そうそうそう、なんかそうそう、あれは見た、うん、なんかだからで結構逆に安心して見られるところはあるけど、ポイント取れば安心みたいな感じだ、うん、少し。あと、そうですね、で相手の攻めが来てもそれをうまくいなしたりとかっていうのが上手だから、うんうん、あんまり怖くないっていうか、うん、じゃあ、うん、あれだね、ポイント取ったら少し安心してみる、うん、男子はね、この3つが、ね、まあ、他もね、もちろん、あ、高谷壮介が、ああ、そっかそっか、3回目のオリンピックなんですよ、うん、で前は74キロ級とかだったんですけど、86なんですよ、ね、86で増量して減量なしで臨むんですよ、うん、で86にしてからすごい調子良くて、うーん、まだ86にしてから国際大会1回か2回しか出てないんですけど、うん、調子いいんですよ、なんか減量しない方が動ける、体がなんかすっごい力ありそうな体してるね、めっちゃでかくなったんですよね。あ、そうでしょ、うん、昔線が細い感じしたんだけど、そうそうそう、王子って言われてた、うん、ね、なんで俺が知ってるかって言ったら、日大の、ど忘れしちゃったんだけど、石黒優でしょ、うん、はいはいはい、ね、はい、で、あいつ教えてたからちょっと研究してたの、うん、で、結構その荒い技に弱いんじゃないかってあったから、うん、でも、なんかそんなことない感じだったね、俺セコンドついたんだけど強いですよ、なんか守りが硬いでしょ、うん、守りも硬いです、ね、はい、なんかこう攻略できないで、そのまま俺がついた試合を負けちゃったんだけど、でそれで彼が代表になったんだよね。そうですね、全日本ですよね、うん、なんかね、減量は俺はめちゃめちゃ減量してたタイプなんだけど、結局さ、なんか減量が偉いとかってなんだけど、本当は減量ってさ、自分よりちっちゃいやつでやりたいっていうのが一番にあるな、うん、そうですね、だから本当は良くないんだよね、なんかその減量しないで出るっていうのは、うん、男前だと思うんだよね。本当そうですね。普段からこう、うん、ちゃんとしといて、で、そのままの体重で出るって、うん。本当はみんなそれやればいいんだよね。ねえ、なかなかそうはいかないみたいな、ね、うん。みんなこうやって落としちゃうから、全員、なんか、まあ、最近は当日計量だからあれだけど、昔、俺も10キロ近く減量してたんで、うん、だけど。いや、高谷壮介、本当になんかかっこいい、なんだろうな。最初のオリンピックの頃は、うん、やっぱそこまでなんかあんまりこう実力が、うん、世界での実力が1位がそこまでじゃないっていうのはあったんですけど、うん、やっぱその86キロ級にしてからのその貫禄と、うん、安心感がすごくて、こう、このオリンピックメダル取るんじゃないかなって思ってます。私1回2番になってるよね。あ、それはね、74の時ですけど、なってます。2014年に世界2位になってます。うん、なんか世界も、うん、にも、なんか外人が苦手とかないもん、ね、ないです。で、この間の世界予選、オリンピックの世界予選優勝してますから、うん、あ、そうなんだ。ブルガリアでの、はい、世界予選を優勝してるんで、うん、あれすごいことです。アジア予選じゃなくて、世界最終予選で優勝してるんで、うん、あれめちゃくちゃすごいんで。あ、そうなんだ。じゃあ多分みんな分かってない、ね。分かってないと思うんですけど。俺も分かってなかったもん。あ、そうなのね。全日本選手権は4階級制覇してるんですよ。うん。でもすごい強いんで、けど もっとみんなに知ってほしいんですよ、高谷壮介を。そう、ね、他いたっけ、他オリンピック選手も、まあ他もいるよね。前に今まで出た人ってことですか。違う違う、今回の男子もっといるの。乙黒選手の兄弟ね。乙黒兄弟、ね、うん、高橋優希、うん、高谷壮介、この4人です、うん、フリースタイルは。グレコローマンは文田健一郎と矢比久翔平です、うん、ああ、重量級ね、はい、77キロ級ですね、うん、じゃあもう尺もないんで女子もっと男子の話がしたい。したいんだけど、まあ、女子見たいでしょ、みんな。女子の金メダル候補は、そう、それ言ったら
みんな全員いける可能性あるんですけど、うん、今やっぱり一番その世間的に期待されてるのが河合梨紗子と、うん、あの須崎優衣とですよね、一番下の子でしょ、はい、騎手やったね、あそうそうそう、うん、あの地元一緒なんだよ、多分松戸です、あんまり全然知らないんだけど松戸だよね、松戸です、ね、キッズレスリングからそうそう、地元も地元のね感じでオリンピックへので早稲田、今学生だよね、うん、はい、注目、まあでもそうですね、須崎選手最終日で、うん、最終日だ、うん、最終日でも硬いでしょ、なんか日本で負けてね、うん、で最後の最後で勝ったでしょ、そうです、奇跡的にね、もう出れないんじゃないかってなってで勝った女の子が世界予選で負けちゃったんでしょ、世界予選、世界予選じゃなくて世界選手権、あのね、世界選手権で、そうで負けちゃって、ね、プレーオフになって勝ったんだよね、そうそうそう、かあの世界選手権でそのあ、うん、別の子が枠を取れなかったから、うん、日本国内でまたもう一回誰を代表の予選の代表に行かせるかっていうのをやって、うん、勝って、まあ、そしたらその子がその子日本で一番になれば、うん、ほぼ世界で一番なんですよね、そう、ね、うん、そう日本の女子はね、だから、うん、そこで勝った時点でほぼ、まあ、決まり、まあ、なんかだったよね、うん、それで負けたんだよね、それがね、でその子はね、その女の子、うん、逆あの別の子は負けちゃったんですけど、やっぱまあそういう、うん、須崎優衣は2017、18で2連覇、世界2連覇してるんですよね、2019年に出られなかった、うん、その別の子が出たんですけど、でその、まあ、あのマリア・スタドニクっていうアゼルバイジャンの選手がまあ一番強敵かなって思うんですけど、うんうん、その選手にあのその選手が2017年出てなくて、うん、社会チャンピオンになった、うん、で2018年出てきてて、うん、いやこれはどうなるか、ものすごいもうごっつごつ、もう宮田さんみたいな感じの女の人で女じゃないんだよごっつごつで、いやいやあるじゃん、岩みたいな女の人なんですけど、うん、でその人に、うん、いやどうだろうって思ってたらペクったんですよ、ああその差があって、そんな差があって、うん、いやこれは尋常じゃない強さだなってみんな思って、世界中のにめっちゃファンがいます今。あ、そう。いや須崎選手、はい。まあ上手いよね。もう俺もなんか、うん、あの阿部学で練習見たけど、うまいスパーリングとかね。すごく上手いです、ね、うん。あとな前回級いけんの？え、あの順番に行きますね。じゃあ下から、うん、今、ね、今の須崎選手が50キロね、うん。ほぼ確実。今まで吉田沙保里がいた階級ですね。うん、向田真優です。向田真優は前回のオリンピックは出てないけど、うん、世界選手権何回も出て金だったり銀だったりしてるんです、うんうんうん、だからその結構最後あの子は最後ねあのリードしてると守っちゃって、うん、そこで取られて逆転負けっていうことがたまにあるんですけど、うん、たまにってはよくあるんですけど、うん、今回ちゃんと最後まで攻め続けられれば、うん、まあ大丈夫かな、あの強敵はインドのビネッシュっていう選手がいて、ものすごい力が強くて、女子の選手だけど男子っぽいバランっていう、インドです、はい、がいますね、それがちょっと強敵だけど、うん、可能性は、うん、まあ、君だ、何番ぐらい、そんな言いづらい、言いづらい、半分ぐらいある、もっとあります、もっとあります、はい、もっとある、はい、次はで57キロ級の、うん、河合梨紗子ですね、あ一回取ってる、ね、リオで金メダル63キロ級で取ってるけど、本当はね、あの伊調香織がその時58キロ級にいたから、うんうん、ああ、そっか、はい、ニュースになったもんね、ちょっと上に上げて出たんですけど、うん、まあ、そうやって言うと梨紗子が嫌がるんだ、そんな、うん、彼女の中で決めてオリンピックにどうしても出るというので、うん、63で挑戦して、うん、でやっぱりもうあの本当に強かったんですよ、もうあの、うん、58キロ級時代も、うんうん、で、取ったし、今回も、まあ、1人ちょっと、吉田沙保里にリオオリンピックで勝ったヘレン・マルーリスっていうアメリカの体育、うん、アメリカの選手がいたりとか、うん、あとね、そこが一番かな、それが強いね、うん、それが結構強いかなっていう感じですね、あの美人な選手ですね、でも、あの本当すごくかなり 99% を取るんじゃないかと思います。
リサコはめちゃくちゃ強いですね。63でしょ。で、いや、それは57です、今はね、今回はね。で、62キロ級に妹の河合友香子が出るんですよ。友香子は世界2位なんです。まだ1位になったことがないのかな。どうだっけ、2位だったな。2位か3位なんですよね、今まではね。でも 62? あ、62、そうか。オリンピック階級、それ。だからそうなんだよね。強敵は いるんですけど、あの愛する、あ、キルギスの選手でね、世界チャンピオンの愛するチニベコワって選手がすごい強くて、強敵で、その選手にこの間負けてはいるんですけど、そこさえ勝てば、って感じですね。あ、何回帰なんだっけ、あと 6回帰、全部で6なんで、あと2回帰、土性沙羅と宮永弘恵なんですけど、土性選手は1回前のリオで優勝、ね、金メダル取ってるね。で、今回あのアメリカの選手とかフランスの選手の黒人の選手が上がってきてて、うん、力つけてきてて、前は雑なレスリングだったんですけど、上手になってきて、で、ちょっとめちゃめちゃ目超えてるからねね、ちなみにレスリング経験ない、ね、じゃないからね。こんな腕してるけど。レスリングやったことないですよ。やったことないんだけど、ずっと見てるから。ね、そう、でも、そうそう。で、土性沙羅は、もう、あの、でも、この1年間でやっぱり、体作れたっていうのがあるんですよ。コロナで伸びたから。うん、あ、そう。怪我も治せたし。なんか、負けてなかった、国内。負けも、国内、あ、負けた。なんかね、怪我してたんですよね。なんか負けたような気がするなと思って。日体大の森川に負けました、ね。でも、怪我をしてたのもあって、うん、じゃあ、それを万全にできてるんで、うん、このリオに、あ、リオじゃない、東京に向けて。すごい安心感があります。いけそう。あの、それ。マジでいけそうな感じ。なんかね、100% とは言えないですけど、うん、あの、いけますよ。あの、サラのね、あの、サラあんまりこう、喋らないんで、分かりにくいんですけど、本当に一生懸命頑張ってるから、うん、絶対あのやってくれると思います。で、あとは。広江、皆川広江ですね、最重量級。後輩なんだよ、多分。どこの？多分じゃなくて、クリーンアップの。あ、そうだ。一応ね、俺も一回も面識全くないんだけど。忘れてた、クリーンアップの時代があった。クリーンアップって会社って、上場会社だね。そうそうそう。ちゃんとした会社なんだけど。キッチンのね。で、そこにいたの、僕はね。何年ぐらいだよ、6年ぐらい。そんなにいました？いたいた。で、ちゃんと仕事してたんだけど、今でも違うんだよね、スタイルが。俺らの時は、仕事して、なんか自分が頑張った話じゃないんだけど、なんか本当に5時に起きて、福島で住んでたから、5時に起きて、5時半から1時間ぐらい砂浜走って、あの砂浜でなんかいろいろ腕立てとかやって、あのダッシュとかして、で、6時半に終わって、なんか田舎だったから7時ぐらいに出社して、で、なんかお茶組と俺やったの。知らなかったです。で、やって、それで、で、5時まで仕事して、で、5時から練習。で、でもみんな先輩とかもやらないのよ。もうどうせオリンピックとか出れないでしょ、みたいな感じで。で、俺だけ一人で、あの、なんかロープとか、シャドーレスリングとか、それでオリンピック行ったんだよね。すごいですね。で、その時代とは、なんかちょっと変わって、あの、うん、ね、もう完全練習だけに、練習だけ、社員やってないんだけど、20年ぶりだもんね。そうですね、クリーンアップからオリンピックに行くのは、うん、ね、21年ぶりから1年伸びちゃったから。そうですね。で、シドニー以来どうですか。いや、自力きついでしょ。でも、あの、でも世界選手権2位になってるんですよ、うん、あの、皆川、あの、広江は今世界で一番、まあトップと言われているアメリカの、うん、アデライン・グレイ選手っていうのがいるんですけど、うん、あの、強いですよ、強いんですけど、ヒロエを勝ったこともあるし、昔、その今までに、全然歯が立たないとかじゃないんですよ。うん、で、あの、やっぱり今まで結構気持ちのところでうまくいかないところがあったんじゃないかなと思ってて、うん、ヒロエ、今、皆川選手ね。うん、あと、まあ、怪我とかもいろいろあったんで、今やもう30かな、30歳ぐらいなんですけど、うん、やっとでオリンピックに出れたって。彼女の中でも3歳からお父さんがレスリングやってたから、3歳からレスリングやり続けて、うん、ね、27年も8年もやってるから、うん、絶対に結果を残したいっていう気持ちがあるんで、体作りも頑張ったし、
ね、旦那さんのね、旦那さんの拓也さんもすごい、旦那もレスラー、旦那さん拓殖大学でレスリングやってた人なんですけど、すごいご飯作ったり、あの献身的に支えてくれててっていうのがあるんで、やってくれると思います。じゃああるんだよね、可能性ね、はい、可能性あります。クリーンアップにね、初のメダル、うん、ね、いけるかも。初のって俺予選落ちだったからね信じられない、めちゃくちゃ強かったのに、はい、予選落ちっていうか、でもね、今俺アゼルバイジャンとかさ、うん、あのなんか雷神でさ、すごい強いっていう国、ね、でしょ、はい、とかあの辺のグルジアとかさ強いじゃん、うんうん、あそこには勝ったんだけど、あの一番苦手なキューバが俺のとこにいたのよキューバはね、特別ですよね。嫌なの、うん、キューバとか、あの運動神経俺よりいいやつ、嫌なの運動神経で勝ってたんだけど俺より上だからね、そういうので負けたやん。九十もあるでしょ、まだ九十もあります、ね、これから前日、毎日前日に抽選です。まあ、くじ運とかね、なんか苦手なやつ当たんないようにしてもらいたいけどね。いや、俺はまあ本当に引きたくないところ引いちゃったから。ありますよね。うん、あるんだけど。ね、そういうくじ運みたいなのもね。レスリング大好き。日本選手団ね、頑張ってもらいたいです。応援してください。では。よろしくお願いします。